あ、そうですね、面談という形で筆記がないっていうので選ばせていただきました。いや、先生と一緒に1対1で話させていただいたんですけど、先生の方からたくさん話してくださって、自分の言いたいこととか自分がこう思ってもなかったようなことも引き出してもらいました。そうですね、でもやっぱり自分らしさを出すようにっていうのと、話してる時の話し方になっちゃうんですけど、相手の目をしっかり見るようにっていうのは意識しました。やっぱりこう栄養対策セミナーで教わった質問内容の答えを考えたりだとか、やっぱりあと学校の先生と面接の練習も少ししました。自分のことを信じて頑張ってください。